女子種目別の跳馬の決勝です。まず最初は優勝候補のナンバーワンに挙げられています、ウズベキスタンのオクサナ・チュトビチナ。個人総合で銀メダルを取りました。この跳馬は得意としています。昨年の、世界選手権でも銀メダルに輝いています。はい、世界のトップクラスの、跳躍が見られるかと思います。2本飛んで違うグループの飛び方、その平均を取ります。跳馬着地ほんの少し乱れました。前線飛びから前方伸身での一回ひねり、9.8 万点の跳躍です。跳躍技にはスタートバリューといいまして、勝ち点が定められています。この飛び方は非常に、その勝ち点、いわゆる満点が高い跳躍です。やや腰の角度は見られますが、飛距離がものすごく、出てます。着地マットに赤いラインが引いているところが1メートルラインなんですが、そのラインがもう画面から消えてしまうほど前に飛んでいますね。違うグループの飛び方で2本飛います。団体の時のこの跳馬では 9.375、 選手の中ではトップの得点でした。そして個人総合の時には 9.525 とまた得点を上げてきています。優勝候補の筆頭に挙げられていますシュトビチナ、1回目の得点は 9.425 です。さあこれから2本目です。違うグループの飛び方をします。ガーラ飛びでの伸身の1回半という表示が出ています。これも 9.8 万点という非常に価値点の高い跳躍ですね。27歳のチュトビチナスタート、高い着地も決まりました。本当に高さのある跳躍で、着地にも余裕がありましたね。去年のベルギーの世界選手権のこの跳馬の銀メダリスト、今年27歳のチュトビチナ、高さもそしてその空中の姿勢も実に綺麗ですね。そうですね、最近ロンダートからの跳躍が、とても流行っているんですが、このチュトビチナ選手2本あえてロンダート系を使わないで、使わない跳躍を用意しました。それだけ脚力があると言えるのではないでしょうか。